君はただ一人のために動き、計り、策略し、その者の幸せを願い、戦うだろうか。あなたは、愛する者を慈しみ、抱擁し、信じ、自分だけのものにすることを望むだろうか。岩に覆われた国の王は砕けた。花に囲まれた国の王は散った。さりとて、かの者は知っている。この世界に憐憫はない。僕の渇望は、ここにはない。エル、エル、見てください、アネモネの花が咲きましたよ。なんて美しい。戦の中でも心が洗われるようです。皆にも見せてあげましょう。あの青いのと赤いのを摘んで。摘んでしまってはかわいそうです。神竜様、花を摘むのではなく皆をここに呼びませんか。確かにその方が良いですね。ありがとうございます。エルは優しいですね。神竜様、夢ですか。懐かしい。我ながら感傷的に、こんなもの見なければよかった。てぇ、イルシオン王国はやっぱり寒いな。ブロディア王国と違ってすんなり入れましたね。なんだか拍子抜けです。すんなりどころじゃなかったぜ。関所がほぼ無人だなんて明らかにおかしいだろう。恐ろしいぜ。なんか嫌な予感がする。ずいぶん守りが手薄だったけど、何かあったのかな。どう思う姉さん。エル、大丈夫ですか。あまり眠れていないようですが、それに昨日は遅くまで姿が見えませんでしたし。あなたには関係のないことです。戦に支障はありません。そうですか。寝不足で機嫌悪いみたい。そっとしとこ。神竜様、どこに行ってたのかは僕も気になるけどね。危ないことしてないといいけど。イルシオンの偵察任務についてるマデリーンと落ち合うのはあの辺りだったな。先行したセレスティアと合流できてるなら、そろそろ姿が見えてもいい頃だが。わ、いたいた。長旅お疲れ様でございます。エル様、イル様、グレゴリーも無事でよかった。それでセレスティアから聞いたのですが、そのお方が。そう、異世界の神竜様だよ。驚きました。本当に生きて戻られたように錯覚してしまって、言葉が出てきません。このマデリーン、感無量です。わかるわマデリーン、私も初めてお会いした時は泣いてしまったもの。おお、よしよし。ギリギリ泣いてはいません。セレスティア、子供扱いはやめていただきたい。あら、ごめんね。神竜様、改めまして、私はマデリーン、私欲の一員です。一番の若輩者ではありますが、実力では負けていないつもりです。あなた様のことは必ずやお守りいたしますので。頼もしいですね。よろしくお願いしますマデリーン。は、最初は鼻水垂らしたガキだったのに立派になったもんだぜ。お前を拾ってきたモーブも鼻が高いだろう。鼻水など垂らしていません。まあモーブが誇らしく思ってくれるのなら私としても嬉しいですけれど。モーブ
モーブは私欲の最後の一人にして副官です。熟練の戦士といった風格の人物で、もともとはソンブル側の騎士だったのですが、主君を失いこちら側に。主君を？それってエルとイルの兄弟でしょうか？うん、名前を聞いたけど会ったことはない子だった。まさか騎士をつけてる巫女がいたなんて、よくソンブルが許したよね。その経歴ゆえ、モーブのことは当初ソンブル側の密偵かと疑っていました。ソンブルの元を去った私たちのことを追ってきたのかもしれないと。しかし身辺を調べても潔白そのもの。生前の神竜様も彼のことを心から信頼していました。早く紹介したいですわ。私欲結成のきっかけも彼なのですよ。本当なら棟梁はモーブがふさわしいのですが、何が理由なのか、どうしても私にと。年功序列ってやつだろ。何ですって？マデリン、偵察の結果は？はっ、イルシオン城内は先日より少数の兵のみを残し、王族不在となっています。国王と近衛兵はハザード大教会内にこもりきりで、一心不乱に儀式を執り行っているのを確認しました。儀式とは何の？まさかソンブルの復活ですか？その推測で間違いないかと。イルシオンは蛇竜信仰の国、その可能性は考えていたけどね。僕たちも異世界から神竜様を呼び出してるし、あっちもこっちも元に戻るってこと？我々は遺体を起こしたわけではありません。まあそうだね。向こうは異世界から呼ぶ術は持たないし。でも複雑だな。また父上と顔を合わせたら。そういえばリトスを絶って以来、敵側の動きがないのが奇妙ですね。もしかして儀式に手を貸しているのでしょうか？皆様警戒を。騎兵が一騎こちらに接近しています。イルシオン兵ですか？いえ、何か見覚えが。あれはモーブ？マデリン、無事でよかった。ここはまだ安全のようだな。噂をすればというには早すぎない？どうしてここに？イル様、エル様もお会いできてよかった。モーブ、あなたにはソルムの偵察を命じていたはずですが。すみません、異常事態が発生しまして、ソルム王の動向を追っていたらここに来てしまったのです。ソルム王が？なぜ？動向をつかめなかった俺の失態です。まさか突然城を立つとは。ミスティラ王は腕輪を持ち、兵を伴いイルシオンに入りました。事実上のソルムによるイルシオン侵攻です。それはイルシオン王の儀式が関係を。蛇竜復活を恐れたソルム軍が儀式を阻止するためにハサード大教会に向かっているのでは？両軍の激突は確認しておりません。ですが時間の問題かと。戦端が開かれてからでは厄介です。大教会に急ぎますよ。案内は私が。あの、出発前に挨拶だけでも。私は異世界よりお越しくださった神竜様、それでそういないでしょうか？はい。俺は私欲の副官モーブです。以後お見知りおきを。事情は承知していたのですね。誰かが伝えておいてくれたのでしょうか？これはハザード大教会前にて両軍が激突しています。一足遅かったようですね。ですが好機とも言えます。我々の戦力では真っ向勝負となっては不利。イルシオンとソルムが互いに気を取られている隙に章を落とし、腕輪を手中に収めましょう。イルシオン軍の章は ID を、攻め入るソルム軍を率いる章は
ミスティラ王、両名は青の参謀の腕輪、そしてクラヒ妖艶の腕輪を所持しています。とにかく彼女たちを狙えば僕たちの目的は達成されるってとこかな。できますか、神竜？もちろんです。俺は大教会内にもし儀式を執り行う者がいれば阻止します。頼みましたよ、モーク。はい、じゃあ僕たちも行こう。分かった。ベルタ、行こう。リーフ、望むところだ。カミラ、守ってあげる。行こう。ルキナ。はい。リン、力になるわ。イルシオン・ソルム両軍はまさに戦闘中です。兵たちに紛れどちらかの将を先に落としましょう。違えないわ。あたしの出番ね。高鳴りますわね。了解、神竜様。みんな大好き。いいね。you
善処します。頑張ります。強くグレゴリー。みんなのために共に行こう。どうか力を貸して。
契約の時、行きます。ご命令を。南方に見慣れない軍がいるわね。とっておきの援軍で殲滅してあげるわ。先に
助けてくれたんだね。よっ、温かな気持ちよ。気分が晴れた。
私の可愛い異形飛竜たち。誰も死なせない。行くよ。いいね、いいね。お先に。そういうところ好きだな。
手強いですね。エンブレムエンゲージ。負けるものです。
記憶として。よし、希望に変えます。せい、力が満ちてきます。俺とじゃ嫌かもしれねえが。
あなたたちも儀式を止めに来たの？美しき国王である私が直々に成敗してあげるわ。
この日を待ち望んでたよ。
命ある限り。次は仲良くしたいな。負けるものですか。
あなたは神竜？どういうこと？リタスでは神竜復活の儀が完遂されたというの？違うんです。と言っても説明が難しいですね。まずはあなたを倒し話を聞いてもらいましょう。ずるい、ずるいわ。神竜は蘇ってソンブル様は？そんなこと邪竜信仰の民たちが許すはずない。王たる者、国を、民を喜ばせなきゃ。早くこの場を収めて儀式に戻らねば。誰よりも強く美しく崇高な横島なる竜を私はこの手で蘇らせてみせるの。頑張るね。みんなのために共に行こう。
せい。はっ、許さない。お前がここにいるのよ、愚鈍で役立たずの醜い第二王女。お姉様、
なんて下船の根血たるお前を妹とは認めない。言い聞かせたのに何度も私の前に現れるのね。ソルムと手を組んで私を消そうとしているのだ。受けて立ってあげるわ。喜びなさい。そう、この世界のお姉様は私のことが嫌いなのね。その言葉この世界のオルテンシアが聞いたら辛いから、聞くのが私でよかったって思うわ。戦場にソルムの蜃気楼を模した術かしら。美しい私が二人もいるだなんて素敵。ああ、その髪も肌も蒸気した頬も我ながら完璧だわ。妙な目で見ないでちょうだい。こちらの私は随分と恥知らずのようね。あなたはお父様と同じ過ちを犯そうとしている。悪いけど目を覚ましてもらうの。お父様？ああ、あの愚かな前国王のこと。儀式を止めようとするから贄として捧げたのだけれど大した効果はなかったわね。まさかあなたは
お父様をその手で。そんなことをして王となって、あなたは何を守るつもりなの。はい、タクキャン倒れて、ハコキャン、はい。ひどい人、私の顔に傷をつけたわ。このことは忘れないから。大丈夫、もっと頑張るわね。ここは死者の匂いが濃いですね。そのせいで家族の幻影を見てしまいます。駆け寄ってすがりたくなってしまう。私はソルム王だというのに、なんと凶悪な、情けない。情けないなんてことはないんじゃないかな。王様だって泣きたい時ぐらいあるよ。今泣くならせめて終わるまでは待ってあげるけど、どうする？不要です。涙も優しい言葉も。もしあなたが私に何かしたいと思っているのなら、目の前から消えてください。まあそうだよね。お先に。これより我がソルム軍にお味方ください。今ならば邪竜復活はなされていません。さあ以前のように力を合わせましょう。ごめんなさい、私はどちらの軍の味方もできません。その腕輪を渡してください。神竜様、あなた様のお言葉とは信じられません。悪しき儀式のせいで神竜様の気高き精神が汚された。隣国の手勢になり下がってしまわれた。せめてこの手で綺麗なうちに再びお眠りください。一撃で痛みもなくお送りいたしましょう。私自身を見せて惑わせますか。イルシオンの邪竜由来の秘術は関心こそすれど好きにはなれません。まあ戦場に自分自身がいればそう考えるよね。それにしてもこっちの私はなんだか凛としてるな。王たるもの、それが正解なのかもしれないけど、あまり気を張りすぎても疲れちゃうよ。ほら、あたしと戦って肩の力抜こっか。帰り討ちにします。こちらから。どうしてです。あなた方も邪竜の復活を望むのですか。
戦は決しました。腕輪をこちらに。エル、あなたなぜこんなことをするの？私は味方よ。死んでしまったあなたのお父様を再び蘇らせてあげるのに。そのようなこと望んでいません。エル様、ハサード大教会内には儀式の痕跡が。司祭には投降させ、祭壇は崩しておきました。ご苦労でした、モーブ。なんてことを。我がイルシオンの希望が。許さないわエル。たとえあなたがサンブル様の血族でも。兵よ、動ける者はこの女を殺しなさい。あまり長引かせては体制を立て直す可能性がありますね。最後通告です。腕輪を渡してください。いや、いやよ。腕輪は渡しません。たとえ差し違えてでも。そうですか、残念です。この手は使いたくなかったのですか。エル、何を。目を塞ぎなさい、神竜。見た後で文句を言っても知りませんよ。これで腕輪は手に入りました。なんてことを。エル、自分が何をしたか分かっているのですか。だから目を塞ぎなさいと言ったでしょう。行きますよ、ここにはもう用はありません。エル、おやすみなさい、紋章師セネリオ、紋章師カミル。もとより、この世界になど興味はありません。ですが、望まぬ戦からの解放は好ましく思います。あら、もうお別れなの？私はもっと戦ってもよかったのだけれど、次はどこかでもっととおしゃべりしたいわね。紋章師は眠りにつきました。これで残る腕輪は一つです。エル、目的のためとは理解しています。でもなぜ二人を殺したんですか。命まで奪うことはありませんでした。彼らは一国の王たちですよ。残された国は、民はどうなるんです。命まで奪うことはない。すでにない命をどうやって奪うのです。どういうことですか。あの者たちは人間ではありません。精巧な異形兵です。これまで戦ったフィレネ、ブロディアの王族も、そしてその王城兵たちも全て。そんな、ではみんなもうすでに死んでいたということですか。おいおい、俺たち以外に生きてる人間ってもういないのか。偵察の際に話をした民たちも異形兵だったかもしれないということ。私たちはもうとっくの昔に勝てる見込みのない盤面にいたようですね。イル様はご存知で。疑わしいと思うことはあったよ。でも確証がなかった。だってあまりにも前のままで。一体誰がこんなこと。彼らがいつの間に死んでいたのか、いつ異形兵にされたのかは分かりません。ただその言動を見るに、自分が異形兵だとは彼ら自身ももう気づいていないでしょうね。なぜ言ってくれなかったのですか。知らなくていいと判断したからです。
あなたはいつも一人で完結させますね。せめてイルや私欲には言うべきだったのでは。確かにその点は反省すべきでしょう。ですがあなたは別の世界の存在、戦が終われば元の世界に戻るのです。何より嫌でしょ、見知った人の死体を見るのは。彼らをその手で殺すの。それはイルにも私欲にも告げることは考えました。何度も考えた。でもそうしたらきっとあなたも知ることになる。仲間を殺す役目を負うことになる。あなたはこの世界の神竜様にそっくりです。ならば仲間のことも大切に思っているはず。私は知っていたんです。神竜様とその仲間がどれだけ強い絆で結ばれていたか。エル、もしかして私の心を案じて。そうかもしれませんね。黙っていたことを謝ります。すみませんでした。いえ、私こそ怒鳴ってしまってごめんなさい。エルたちにとっては共に戦った本当の仲間の死だったのに。仲間が死んでいたのに悲しくないはずがない。ましてやそれを自らの手でなんて。自分の方がずっと辛いのに気遣ってくれてありがとうございます。エルは優しいですね。その言葉。私はあなたなんかに会いたくなかった。違うものが来てくれたならどれだけ良かったか。姉さん、それはさすがに。イル様、この世界のあなたは優しかったです。私の知る誰より。邪竜の子である私たちを受け入れ心配してくれて共に戦ってくれた。美しい花を見て笑い合ってたくさんお互いの話をしたんです。毎日だって会えるのにお別れが寂しくて、次に会える時が楽しみで、それだけで生きていられた。あの日だって帰ってくるって言ったじゃないですか。私は戻ってきたら話したいことがあったのに。話したいこと。どうして死んでしまったんですか。私はあなたのことが好きだったのに。約束してくれたんです、必ず無事で帰るって。指切りをした手は温かかったのに、戻ってきたあなたの手はあんなにも辛いのに思い出してしまうんです。あなたの姿が、言葉があの時のままで。エル、私はここにいるだけであなたを傷つけましたね。あなたのせいではありません。そんなことぐらい分かってます。でもこのまま接していたらきっと同じ思いを抱いてしまう。別人だと知りながらそんなこと許されません。姉さん、それでわざと神竜様に冷たくしていたの？
少し頭を冷やしてきます。あ、エル様。一人では危険だ。シオコは姉さんを追って、ここは安全だから僕は待機しているよ。承知しました。ああ、姉さんたら紋章師の腕輪も放り出していってる。しょうがないな。神龍様は追わなくてよかったの？行かない方がいいと思います、私は。それもそうか。姉さん戻ってきづらいだろうな。ただでさえ弱みを見せるのが苦手なのに、人前で告白までしちゃったからね。今頃絶賛一人反省会中なんじゃないかな。私欲のみんな、姉さんのお守りご苦労様って感じ。イルはエルのこと何でもお見通しなんですね。双子の弟だからね。姉さんのことは結構わかるつもり。好きな食べ物とか趣味とか口癖、戦い方、意外と心が脆いところとか。でもわからないことがあるんだ。例えば大切な人をさ、もう一度失ったらどんな顔するだろう。え？気になるな、知りたいな。だからいいよね、今のうちにやっちゃっても。何のことですか？神龍様、あっち見て。紋章師チキ、どうして？僕が起こしたんだ。びっくりした？だから追わなくていいか聞いたのに。残念だけどここでさよならだ。神龍、もう一度死ね。できた。信じられない、腕輪から紋章師を起こすことができた。これで僕は何の力も持たない巫女じゃない。やっとみんなの役に立てるんだ。早くこのことを姉さんに一番に伝えないと。その力を隠す。あ、父上。弱者を演じろ。力を隠し、出し抜き、殺せ。でもお前にはできるはずだ。我はお前こそが後継にふさわしいと思っている。出来の良い双子の姉よりも。